はい、皆さんおはようございますじゃなくてこんにちは。もう12時になるところですが、今日はスーパーディクアルで出かけております。散歩ツーリングですね。でもね、こんな時間ですから、適当にですね、どっかでお昼ご飯でも食べようかなっていう感じなんですけれども、今日はあったかいんでね、ちょっと北の方面に行ってみようかなと思っております。そして新しいシューズ買いましたので、それを早速今使っておりますね。その辺のちょっとインプレというかね、試運転も兼ねて、出かけております。いや、すごい、このなんかこうもやってんだよね、あっちのあの山の木の感じとか。いや、もうあれ杉だからまさにこう出てんじゃないの今。あー、やばいね。 19.5 度、さっき一気20度超えてたかな。だけどまた少し下がりました。やっぱりこっちの方は少しね、気温が下がりますね。うん、でも、寒いってことでもないですね。じゃあこの後ね、道の駅三輪があるんで、とりあえずちょっと寄ってこうかなと思いますね。いや、お昼はそうだな、あの前にね、あの第五のところで入ったハンバーグ屋さん、あれ美味しかったからもう一回食いたいな。そこ行ってみようかな。さあ、道の駅三輪到着です。空いてるね、平日だから。道の駅三輪でね、大変なことに気づきました。私今割と大事なものを忘れてたっていうことに気づきまして。何だと思います？私今日バイクジャケットをね、最初冬用の着て出かけようとして、あ、やっぱり暑いからいいやって言ってですね、革ジャンにしたんですよね、今年初で。それで一回家をのドアの鍵を閉めて、もう出かけるっていうかところから、やっぱり着替えようって言って、もう一回開けて入ってですね、で着替えてきたんですよ。そしたらね、ポケットに入れてた GoPro をね、あ、いけない、入れっぱなしだったっつって、一回戻ってですね、また家の中にね、で取ったんですよ、ポケットから。しかしね、反対側のポケットにもう一つ大事なものが入ってたんですね、スマホ。俺今トイレ行って、で目的のね、そのレストランやってるか調べなきゃななんて思ってですね、ポケット、あれ、なんかそういえばポケットはなんか軽いな、あれスマホ、あれズボンのポケットかな、あれないなっつってあってなって、いや、スマホを忘れてきましたね。いや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 、財布は持ってきた、財布は持ってきたよ。とりあえず財布は持ってきてよかった。スマホ忘れたね。そうか、さすがにね、その現代社会においてスマホを忘れて出かけるっていう心細さはなかなかのものがありますね。もう全部スマホに頼ってるからね、道案内とかいろんなね、情報、行き先の情報とかもね、スマホがない状態でこう家を離れるっていうことの不安感、なかなかですよね。散歩の時だってスマホ持ってくからね。ということでですね、そういうことなんですけれども、まあ、私はこのまま行きますよ。そんな、ここから戻るなんてね、スマ
マホのために戻る。スマホなんてね、だってあのスマホっていうかそもそも電話なんてね、20年前はね、いや20年前じゃねえんだよな、20年前はあったんだよな、もう普通にな、2002年2003年、あの30年前はね、電話持ち歩かないなんて普通のことだったんですよ。そう、1993年だったら電話はまだ携帯は普及してない。30年前はね普通のことだったんですよ。まあ、とりあえず今日は私の知ってる範囲のところで、まあ、道に迷ったりするかもしれないけど、別に遭難するわけじゃないんで、いいけどね。写真が撮れないのと、あとはそうだな、オーダーして料理待ってる間暇ですね。急に暇ですね。まあデジタルデトックスということで。まあそんな感じです。さあ大子町に入るところからですね、舗装林道に入っていきますね。ここはね結構長いワインディング舗装林道なんですけど、まあ走りごたえがあっていいということで、ちょっとね路面が汚めなんだけどね、わちょっと思ったより汚えな。スマホがなくて何が困るって、あともう一つは、まあ、何かあった時に電話できないってことでね、緊急連絡がね、救急車呼べないし、割とシャレになんないよそれって。昔は普通だったって言ったってね、普通だったからじゃあいいかって言ったらそうでもないよな。あでも寒くもなく、こうなんていうんですかね、寒さにこう身を縮こまらせることもなく、こうやって走れるのは嬉しいことですね。その喜びをかみしめられる、そういう季節ですね。だんだんねそれも普通のことになっていって、そのうちもう暑くてやってらんなくなるんだよね。そういうもんですね。毎年毎年繰り返されるそのサイクルではありますが、車うわっ、ほら見て、あのこれ花粉だよ、ほら巻き上げてんだよ。砂ぼこりみたいなのさ、花粉をさ、もうどうなってんだよ本当に。どうかしてるよって感じよね。それでその毎年ねこの時期にサーキット走るとなんかグリップしないような感じがするのって、花粉のせいなのかなって思ったこともあるんだよね。だってさ、そんなに積もってたら影響あんじゃねっていうね、その接地面とね路面の間に絶対花粉挟まるよね。これは桜？梅？咲き始めてますね。今年は桜の開花も早いんじゃないかね。こんなに暖かくなるの早いと。3月の上旬でねこんな気温が高いのって珍しいね。かつてないレベルで早いよね、暖かくなるの。あーいいなー、春が来たな、春がちょっと早いな、春が来たって思うには早いよ、まだ油断してはいけないって思う気持ちと、でもいいなっていう気持ちとで、ここでね完全にこう体が春に適応してしまうと、こう寒くな、寒の戻りがあった時に結構こたえるんだよねまた。おーこれは綺麗だね、こんな春めいたツーリングを。3月の今日は何日だ、8日ぐらいかな。袋田の滝のところの近くももう通り過ぎまして、大子町に間もなく入っていく感じですね。この辺もね景色が、空気がもう燃え合ってるっていうかね、
霞んでんだよね、花粉で。よくこっち来るとね、その闇蔵さんとか行ったりするんだけど、だいたい春に行くもんだから、もやってあんまり景色見えないんだよね。でも闇蔵さんの頂上までバイクで行くの、まあ、冬は、あ、そうだ、冬に一回行こうって言ってたんだよな、前。そうすればきっとすごい澄んだ景色が遠くまで見えるからって。逃したな。まだ間に合うかな。また寒の戻りがあれば見えるかもしれないですね。道の駅奥久慈大悟、ここでね、あの前、なんだっけ、奥久慈地鶏、うん、カレーうどん、なんつったっけな、コロッケカレーうどんですね。あのコロッケと、そこにカレー、そこにご飯があって、でその上にうどんが乗ってて、でカレーとコロッケが乗ってるっていう、でとんでもない炭水化物の塊をね食ったんですけど、あれ結構美味しかったんだよね。でまた食いたいなと思ってたんだけど、なんかレストランのメニュー変わっちゃってね、もうなくなっちゃったんだよね、残念。まあ、ということで、奥久慈大悟には寄らず、まあ後で寄るかもしれないけど、とりあえず大悟町のところの中にあったハンバーグ洋食店ですね。でハンバーグがねすごくジューシーで美味しかったんで、そこに行きます。もしやってなかったら、まあ、ちょっと違う店を探しましょうかね。さあ大悟町、奥久慈大悟温泉郷、温泉郷なんですね、大悟町役場。この辺もキャンプ場あるんだよな、そういえば。温泉郷なんだねなんて言ってたら、あの奥久慈大悟の道の駅の2階にも温泉があるみたいですね。すごいね。ちょっと入ってみようかなってちょっと思ったんだけど、でもなんかツーリングの途中で、あ、20度でいいですね。ツーリングの途中で温泉ってなんかな、難しい、微妙なんだよね。汗かいちゃうってもあれだしね。さてどの辺だったかな、もう道の駅をしばらく過ぎて、しばらく行って右の方にあったと思うんですけどね、もうなんか店の名前とか、あ、ここか、やってるっぽい、クレシェントやってるかな、やってるっぽいね、やってるっぽいね。よしよし、奥様がランチしてるな。いや、美味しかったです。食べ終わりまして、出ますが、これ、この、花粉。で、これ、ズボン叩くと、ブワッて出るんだよ。このシューズ、なかなかいい具合ですよ、今のところ。さて、じゃあ行きますか。どこ行こうかな。はい、ファミリーレストランクレッシェンド、ハンバーグエビフライセットいただきました。うまかった、まあ、エビフライはまあ立派だったけど普通かな。あ、前チーズハンバーグだったっけかな、まあ、ハンバーグが食えれば十分かな。1730円でしたね。なんかね、税込みっぽい感じの
値段なんだけど、実は税別っていう罠が若干あってですね、ハンバーグとエビフライは1080円で、セットプラス500円セットですね。サラダかスープとパンかライスとコーヒーか紅茶がつくというねことなんですが、1580円かと思いきやプラス消費税というねことではありましたけれど、いやでも美味しかったな。あ、ちょっと寄ろうかな、道の駅。道の駅派の私としてはここアップルパイが結構なんか売りなんですよね。そんなすごい美味しいっていう、美味しかったかっていうとそうではなかったような気もするけど、まあちょっとちらっと見ていくか。アップル好きの私としては、さてちょっとねアップルパイチェックしましたが買いませんでした。ちょっと食べ過ぎかなっていうのもあって、あとねちょっと高いんだよねここ。前一回買って食べたけど、まあ値段ほどじゃないかなっていう感じがしたもんで、まあでも美味しそうだったですね。美味しそうだな、いろんな種類があってね、また違う種類のを買ってみるのもいいなって思ったんですけど、まあ、ちょっと食べ過ぎかなと思ってね、昼食でね1730円も使ったから、少しやっぱりそこは抑えとこうって気分になっちゃいますね。あと最近ねもうちょっと食べ過ぎってことないんだけど、いや食べ過ぎてんだな、ちょっとね体重が減らないどころか増えてしまいましたね。北海道から帰ってから北海道で増えて、でそこからまた減らせないんですよね。でまた今週末もねキャンプ行くし、キャンプではまあちょっとまたパーッとやると思えばですね、ちょっとここは抑えとかないと、っていうか全然抑えてないけどねすでに抑えてないんですけど、さてじゃあどうしようかな、北次パノラマラインに行こうかなと思います。冬場はねちょっと冬季通行止めになってたりもするんですけど、あ、ここなんか立派な道作ってますね、随分と。また奥地パノラマラインに入るところを覚えてないかもしれないな。さあ奥地パノラマラインどっから入るんだったっけな、ここか、ここか、入ってみよう。もうよく覚えてないから適当に入る。みんなワインディングが走れればそれでいいんだよ、間違っていたって構わん、構わんのじゃん。はいはいはい、あ、合ってた合ってた。あ、でも私が思ってたのと逆だったな、俺こっちから来ると思ったけど、だから今のところ通り過ぎてたら入れなかったね、この奥地パノラマライン。そうだったんだ、久しぶりに来たな、ここまで。なんか途中で出ちゃうことが何回かあったような気がしたね。さあじゃあ奥地パノラマラインのねワインディングを楽しんでいきたいと思います。ここにコーヒー、なんていうの、なんかコーヒーショップカフェみたいなのがあるんですね。ユーモアって呼ぶの、もしかしてあれで、なるほど、遊ぶ森に歩くでユーモアなんですね。ポエムかと思う。さあ正面が奥地南大さん、あ、ここか、やってないかな、もう。あー大好きこういう道、パワーファイブというねタイヤのハンドリングの良さを楽しめるね。もうただツーリングでね真ん中減らしていくのもったいないんでね、ちゃんとワインディングを楽しみたいですよね、こうやってね。あ、ちょっとね
気温が少し下がったんですけど 19.5 度なんですが、なんか日差しもあるしね、むしろ心地よいぐらいの涼しさですね。寒いっていうよりなんか涼しいっていうポジティブな感覚に感じるぐらいですね。こういう日陰のとことかね、これ砂がね浮いてるとこあるから気をつけないといけないんだよね。道路もちょっとなんか緑っぽくなってるけど、これ花粉でしょやばいよね、ほんと。あんまり車走らないところはね、そうなるんですよね。帰ったらちょっと洗車した方がいいかもな。ざっとこびりついたら面倒なことになりそう。さあ、このパノラマラインの途中にある集落がね、こうやって現れるわけですね。よくこういうところで冬大丈夫なのかね、道とかね、林業なのかね。やっぱり林業だからってそんな山に住む必要あんのかな、わかんないすごいこの禍々しい色の杉。さあ、この辺が奥久慈南泰山の登り口の近くに来ておりますね。すごいよね。もう、あ、ここですね。もう ここがそうです。大円地山荘っていうね、でここが駐車場。ライダージベタリ、ジベタリアン手振ってましたね。ツーリングですね。モタードかな、さっきのね。KDX。はい。辻ヶ丘という展望公園かな。ここを今日の目的地としよう。辻なのこれ、わかんないけど咲いてないですね今。でも芽がついてるからね、そのうち綺麗に咲くんじゃないですか。この辺がね、トンネルみたいな感じになって、展望台まで上がってきました。この展望台はこうやってベンチがあるのがいいよね、ほんと。しかし花粉がやばいけど、正面がね奥久慈南泰山で、でも遠くの山は見えないですね。全体的にこう少し霞んだような感じの景色になってますが、あそこの廃屋が、屋根がだいぶ傷んでますね、廃墟も。おい、黄色い。さて、いやー、あったかい。というかね、もうちょっと展望台まで歩いたら